よし、ちょっと休憩しよっと。なんか動画のネタないかな。あ、これリクエストで来てたコスメのやつだ。え、コンビニの新作アイス。こんにちは、さあやです。はい、今見ていただいたお話は私のリアルな日常なんですけども、こんな風にいつも美容の情報だったりをいろんなサイトやアプリを使って常にチェックをしているんですが、とはいつつついつい美味しそうなグルメ情報とか結構見ちゃうんですけどね。今回はですね、そんなジャンルも豊富でたくさんの記事が載っているルクラというアプリを紹介したいと思います。このアプリなんですけど、女子向けのトレンド情報がたっぷり詰まったアプリになっていて、1日に更新される記事はなんと1200記事以上もあるみたいなんですよ。すっごいですよね。じゃあね、いつもちょっと見ている感じで早速みんなと一緒にね、見ていこうかなと思います。ルクラはこんな感じで、ヘアスタイル、ファッション、ビューティーなんか以外にもグルメ情報やお出かけ情報、エンタメ情報などね、ジャンルもね、ものすごく豊富です。じゃあなんかいくつか記事を見ていこうかなと思います。ちょっとこれ見てみよう。肉じゃがはもう古い、男受けする最強メニュー5選。メジャーすぎて今更作るのは恥ずかしいという女性もいるかもしれません。だって、ぬ、はい、1、和食には欠かせないお味噌汁。お味噌汁が美味しいと他の料理も美味しいに違いないと男性の食欲をかき立てることができます。だって、お味噌汁で胃袋をつかむっていう。ちなみにですね、ここのハートマークのところを押すと記事にお気に入りができるので、もう一回こう読み直すこととかもできて、例えばね、気になったコスメとか、ちょっと食べたいなと思ったコンビニのスイーツとかお気に入りしておくと、ちょっと後から見返せるのでとっても便利です。あー、次は豚の生姜焼きだって。私も生姜焼き大好き。ここの探すっていうところで記事のタイトルやキーワードで検索したりもできるので、例えば春コスメとか新作コスメとか、自分がね今見たい記事をピックアップして探すこともできます。ちょっとこれすごい気になっちゃった。彼の12星座別思わず可愛いと思う女子の特徴。気になる男の子の星座を頭の中で思い出してください。こういうのさ、面白くてすごい見ちゃうんだよね。お羊座の彼は自立していて思っていることをはっきりと言える女性が好みです。だって、だからといって気が強い女性が好きではなく、自分の意見を素直に言ってくれると可愛いと思うんだって。これ難しいですね。牡牛座の方は優しく冷静で落ち着き味のある女性が好み。自分の世話を焼いてくれる時に可愛いと感じるみたいですね。双子座は知的で行動力のある常に前向きな女性が好きです。明るくダメ出しをして支えてくれると明るくて可愛いなと思えて甘えてきます。だって、蟹座の彼は甘え上手で頼りない女性が好みの蟹座。上目遣いにおねだりされると可愛いとついつい言うことを聞いてしまうのです。だって次、獅子座。美人で華やかで流行に敏感。いつも自分を尊敬してくれる女性が理想的。なるほど。次、乙女座。あ、私乙女座なんですよ。ちょっと男の気分になって読んでみようかな。品のある大和なでしこタイプの女性が好みです。ほうほう。清潔感あふれる清楚なメイクと服装という見た目もこだわりますが、充足感を与えてくれることが一番嬉しく思います。男性と女性ではちょっと同じ星座でも気持ちが違うのかもしれないんですね。ちょっと私はほうほうほうっていう感じだった天秤座、どこに出しても恥ずかしくない可愛くて美人でコンサバティブな雰囲気の女性が好みです。だって、サソリ座、裏表なくストレートに気持ちを表現してくれる女性に惹かれがち。何よりも自分のことを好きだと何度も言葉にしてくれると可愛いなと安心するのです。で、なるほどね。いて座、自分の話をよく聞いてくれる女性が好みですが、ちゃんと返してくれないと NG。 可愛い仕草で絶妙なタイミングで相槌を打たれると可愛くて抱きしめたくなるのです。だって、絶妙なタイミングの相打ちが大事ですね。次はヤギ座です。古風で控えめな女性が好みですが、頼られるのが好きなので上手に甘えてみましょう。だって、水亀座、自分はちゃんと持っている女性でないと魅力を感じない。個性的なおしゃれを見つけた時に可愛いと思うって書いてありますね。個性的ってなんだろうな。最後、魚座ですね。なんやかんや自分の世話を焼いてくれ、無条件に甘えさせてくれると可愛いなぁと耳元に口を寄せてくれるでしょう。だって、ちょっと急に耳元って積極的な。こんな感じでちょっと面白い記事だったり、美容系のね役立つ記事だったり、たくさんの記事が載ってるんですけど、ちょっとですね、一つ気になった記事があったので、こちら、二重くっきりメイク法をたったこれだけでデカめに。二重をもっとくっきりさせたい気になるメイク方法とは、3つのポイントを押さえてメイクするだけで、いつもよりもくっきりとした可愛らしいデカめを演出できるみたいです。ということで、この記事に載ってる3つのポイントをね、参考に今からメイクをやってみたいと思います。ポイント1つ目は、まずオレンジシャドウを二重幅に入れることみたいです。で、なぜオレンジと思う人もいるかもしれませんが、実はオレンジは膨張効果のある色なのです。これ知らなかったです。初耳です。こちらのオレンジ色のアイシャドウを
二重幅に入れていきたいと思います。今回はオレンジ一色で画像に載ってたアイメイクみたいにガッツリと使っていきます。オレンジがでもこの二重幅を広く見せてくれる膨張のカラーっていうのは初めて知りましたね。さっきと比べてみてどうですかね。なんか確かに言われてみたらちょっとこの二重の部分が強調されて見える気がしますね。ポイントその2は黒目の上にラメを入れる。知らなかった。二重をくっきり強調することができ、デカ目効果も狙うことができます。眉の下から黒目の縦ラインにラメをつけるようにしましょう。眉から黒目の縦ラインだからこういう感じで丸目っぽくね、ちょっとデカ目効果があるっていうのはやるんですけど、二重の幅まで広く見えるっていうのは気づかなかったな。目立つようにちょっと大粒のラメを重ねてみました。たったこのワンテイクだけでさ、二重幅がくっきり見えたらすごく嬉しいですよね。はい、じゃあいよいよ最後のポイントになるんですけど、ラストはですね、ダブルラインを描く。二重ラインを伸ばしたいところに違和感がないようにラインを引くダブルライン、これだけで成形級のくっきり二重を手に入れることができるみたいです。私の場合この一番上のここの部分が、ここでもうね二重の線が切れちゃってるので、これをこんな感じでグググッと長く見せたいなと思うので、このない部分にですね引いていきたいと思います。どうでしょう。確かにこれ目開けてる時は本当にここまで二重があるみたいな感じがしますね。ただダブルラインってこうちょっとね、目を閉じた時に気になるような気がして、アイシャドウハイライトのカラーちょっとこう混ぜて、指でですね軽くちょっとこの上からポンポンポンと。ダブルラインに関しては私も最初に仕込んでみたりとか、いろいろねやり方を試してはみたんですけど、最初に仕込んでおいてその上からアイシャドウをのせると消えすぎてしまってあんまり意味もなかったり、こうやって指で軽くアイシャドウをのせるぐらいだと自然にこうちょっとボケてくれて、最初よりはちょっとね自然な感じになるかなっていうふうに思います。というわけで3つのポイントを押さえてやってみた二重くっきりメイク、どうでしょうか。はい、というわけでですね、実際にルクラを見て二重くっきりメイクやってみたんですけど、いかがだったでしょうか。私もこの記事を読んで初めてオレンジが二重幅を広く見せてくれる膨張色であるっていうことも知ったし、ラメをねこの中央にのせるっていうのもデカ目に見えると思ってやったことはあったけど、二重幅がくっきり見えると思ってやったことはなかったから、新しい発見でびっくりしました。その他は今回普段通りにメイクしたので、この3つのねポイント、よかったら皆さんも試してみてください。ルクラはですね、こんな感じで気軽にトレンド情報がゲットできたり、ジャンルも記事の数も本当に豊富なので見ていてすごく楽しいし、皆さんもですねぜひぜひチェックしてみてください。概要欄にアプリのダウンロードリンク貼っておきます。というわけで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。男受けする料理ちょっと練習してみようかなと思います。